デジタルカメラマガジン編集部の福島です。今回2022年の10月号ですね。今回の特集はですね、紅葉と紅葉の絶景ガイドというタイトルにしました。まあ、一つ目が赤い方ですね。赤の紅葉。で、もう一つは黄色の紅葉ですね。この二つの紅葉と紅葉の絶景ガイドをメインにしました。まあ、今までも紅葉の絶景ガイドシリーズはですね、何度も特集をしてきてるんですけども、今回改めて赤い世界と黄色の世界、それからこの2つがミックスとした、そういう美しい、絶景ガイドをですね、写真家の皆さんに紹介していただいてます。何回かやっていて、好評を得ている QR コードですね、実際に写真家がどこの位置に立って撮ったかっていうのも、分かるようにしてますので、直接現地に行ってですね、スマートフォンなどで場所を見つけてですね、その位置から撮ってみると、写真家と同じように撮ることができると思います。もちろんそれだけじゃなくてですね、ご自身が見つけたですね、新しいポジション、アングルなども探してみて、自分だけの世界っていうものを楽しんでください。本誌のギャラリーなんですけども、今回は萩原史郎さんと萩原俊也さんと萩原玲子さんの、まさに萩原ファミリーですね、3人に登場してもらいました。トシヤさんは僕が本当に大好きだった写真家の一人で、残念ながらこの世を去ってしまったんですけども、トシヤさんが撮った作品というそのものはまだ、たくさん残っていて、それを今回玲子さんに協力してもらって、作品を拝見させていただいて、僕の方でセレクションをさせていただきました。二人で一緒に撮影に行ったシーンとかも思い出しながら、その時のエピソードなんかも頭の中にね、戻りながら写真とこうちょっと向き合っていると、なんかトシヤさんとまた会えたような、そんな気分になりました。で、それぞれ、シロさんが思い寄せるトシヤさんのメッセージで、私がトシヤさんに対するメッセージ、それからレイコさんがトシヤさんに対するメッセージっていうのも、そのギャラリーの最後にですね、テキストとして添えましたので、これもぜひ見ていただければ、嬉しいです。よろしくお願いします。今回はですね、新連載が3本同時にスタートしています。まあ、一つは、赤木浩一さんのですね、単焦点レンズを買いなさいと、今ズームレンズがですね、非常に高性能で、それが主流の時代にですね、あえて単焦点レンズの魅力っていうのがどこにあるのか、そういうのを赤木浩一さんならではの視点でですね、語っていただく連載になっています。それから2番目はですね、河野秀樹さんに、やっていただくポートレートロケーションガイドという連載です。これは古刹であるとか、ポートレートを、撮る家族であったり恋人を撮ったりすることもあると思うんですけども、そういった場合にですね、どういうロケーションでその場所の雰囲気をこう活かしながらですね、例えば遊具であるとか建物であるとか、そういうものを使ってですね、魅力的なポートレートを撮るためのテクニックっていうのをそこで紹介しています。で、実際に、ロケーション一つ選んでですね、その場所のここを使うといいよとか、こんな風に撮ると、面白いよっていうアドバイスが具体的に書かれています。で、また実際の撮影申請方法であるとか、撮影許可に必要な価格、そういう情報も織り交ぜていくような連載にしたと思います。で、3本目はですね、長根博和さんのですね、日本絶景路線攻略ガイドという形でですね、日本の美しい鉄道風景を撮るためのアドバイスっていうのをまとめてもらっています。毎月一つ路線を選んでですね、そこの路線の美しい表情を四季折々の中から、季節を交えながら場所、そういうのも入れながらですね、具体的な、撮影地っていうのを、紹介していく、そういう、連載になっています。はい、今回ですね、10月号と一緒にですね、2冊、ムックをですね、同時進行させてました。なのでスタッフ非常にね、大変だったんですけども、その会あって非常にいいものが出来上がったと思ってます。一つがこのアイドル撮影テクニックガイドという感じです。実際にですね、今アイドルのライブもですね、
カメラを持ち込んで撮っていいよっていうような、そういう場所も多いので、実際にこう撮るためのテクニックっていうのを紹介しています。で、今回非常に協力してもらっている、まあ、ゆるメルモさんとかプアップガールかっこかりさんとか26時のマスカレードさん含めて、全17組のアイドルたちが出てもらっています。で、非常にこう綺麗なですね、写真に仕上がってますので、ぜひこちら9月の26日に発売する予定です。もうすでに、予約もですね始まってますので、こちらご確認ください。もう一つ、まあ、非常に本誌でもですね話題になっている EOS R7 の完全ガイド、デジタルガマジンの人気シリーズの完全ガイドとしてですね、今回 R7 をですね取り上げています。これは9月の29日に発売する予定なんですけども、これも非常にですねいろんな R7 で多機能のカメラなので、いろんな、シチュエーションにおける、撮り方であるとか、まあ、実際にですねユーザーが落ちりやすい、疑問なんかにも答えるような、まあ、逆引きの、ものであるとか、実際にカメラマンさんが撮ったロケーションガイドをですね、入れてあります。今回は鉄道、飛行機、モータースポーツ、動物園、ポートレート、スナック、フード、この7ジャンルですね攻略してますし、実際にハイエンド機種の EOS R3 とか EOS R5 を使っている、まあ、ルーク小沢さんとか F1 撮ってる厚田守さんとか長根博和さんにもですね R7 を使ってもらってですね、実際上位機種と比べて、どういう感想があるのかっていうのもここに、入ってますので、そちらもぜひご覧ください。で、また RFS レンズ、全15本をですね厳選して紹介してます、まあ、実際に R7 で使うとどういう絵になるかっていうのを見ていただいて、R7 を購入した方はですねどのレンズをラインナップとして揃えればいいかっていう参考にしていただければなというふうに思います。以上2冊、本誌の10月号と合わせてよろしくお願いいたします。